岩国商業高校のマスです。今から発表を始めます。私たちは今回岩国市の現状について考え、私たちが望む岩国市の将来像とそれを実現するためのアイデアとして、私たちが考えた山城地域の食材を使った商品を提案します。私たちは10年後の岩国を良いものにするためにいい点と悪い点を挙げました。まずいいところです。1つ目は自然が豊かで観光地が多いこと。2つ目は錦帯橋の花火大会などお祭りが多いこと。3つ目は岩国駅が新しくなったり、錦帯橋空港から東京や沖縄に簡単に行けるようになったりと、岩国は県外から観光客が来やすくなったことです。続いて悪いところは商店街の活気がないこと、若者向けのお店が少ないこと、バス停が少ないなど交通の便が悪いこと、若い人が住める場所が少ないので岩国駅から JR で約50分と行きやすい広島県の大型ショッピングモールで買い物をする若者が多いことです。これは岩国市の若者の流出状況をグラフにしました。高校を卒業し進路状況により山口県を出ていく人が多くなったということがわかります。15から24歳の人口が急激に減少しています。大学を卒業しても岩国市に戻ってくる人が少なく、生産人口の割合より高齢者の割合が多いです。私たちが望む10年後の岩国市の将来像は、子どもたちが健やかに成長できる町、特産品を求めて県外から観光客が訪れてくれる町、伝統を大切にしながらも若者が活躍できる町です。賑やかな活気あふれる岩国になってほしいと思います。私たちは今回山城地域の特産物を使って商品を開発しました。山城地域とは岩国市北部にある錦町、三輪町、三河町、本郷町です。山口東部の広島県境と島根県境に接しています。では山城地域に流れる美しい水をご覧ください。私たちが考えた実現のためのアイデアは、実際のカフェに私たちが考案した特産品を使ったメニューを作っていただき、それを SNS で拡散することです。山城地域で採れる岩国産のわさびを使ってスイーツを考案 していくことです。岩国産のわさびを作っているのは株式会社バンカーズファームさんです。銀行員3名で構成されています。代表取締役植木さんの会社設立理由をご覧ください。そうですね、もう私どもはもともと金融グループですけども、地域の価値をいかに向上させるかっていうところを、まあ、経営の主題に置きまして、そういう中でやはり一つは農業が地域課題だというところで、このバンカーズファームを通じてですね、何かこう地域のプラスになるような取り組みができないかというところでこの法人を立ち上げました。で、なぜこの錦町、宇佐郷に来たかと言いますと、もともとこちらがわさびの産地であったという形のところなんですが、今、農業の担い手がかなり減っておりまして、わさびの産地自体も壊れつつあると。だからこのわさびの産地を我々としてはまず、復活できないかと、これは足がかりにですね、地域価値を向上していこうというところで、今なんとか素人ながら頑張っているところです。植木さん、ありがとうございました。私たちはわさびを使った和菓子と洋菓子両方の商品を考えました。和菓子は白玉にわさび粉と着色料を混ぜて上からあんこをかけたものを作りました。材料はわさび粉、白玉粉、砂糖、着色料、あんこです。洋菓子はわさびとクリームチーズ、着色料を混ぜたクリームをクッキーに挟みました。材料は薄力粉、バター、クリームチーズ、
茶とわさびです。今回はクッキーの形をハートで作りましたが、錦川に生息するアユの形をクッキーにして、予約に怪しいインパクトのあるお菓子を作ることも考えています。わさび団子は粉わさびを使いましたが、わさび特有の臭みが出てしまい、商品化するのは難しいと判断しました。わさびチーズサンドクッキーは、わさびとクリームチーズの相性が抜群でした。時間が経つとクリームが溶けてしまうので、改善策を見つけていきたいです。これが実際に作ったものです。今後の取り組みとして、プラザ岩礁で販売する、キッチンカーで販売してもらう、実際のカフェで提供していただく、ハムズキッチンの売店で取り扱っていただく、SNS で拡散するなどを考えています。私たちが開発した商品を提供していただけるお店を募集しています。10年後の岩国のイメージとしては、このように観光地や商店街に幅広い年代の人々が行き交う街になってほしいと考えています。私たちのような若い世代がそのきっかけになれたら、岩国の未来は明るく賑やかになると思います。岩国のことについて深く知れてよかったと思います。3人で協力して商品開発をしたりできてとても楽しかったです。商品開発をするのは難しくて、プロの方はたくさんの努力を重ねて素晴らしい商品を開発されているんだと思いました。楽しんで参加できました。発表したり、パワーポイントを作るのはとても大変でしたが、回数を重ねたことで最後は良いものが作れてよかったと思います。青年会議場や地元企業、そして岩国市の方々の力をお借りしてこのアイデアを実現できたらいいなと思っています。岩国のこれからのために共に頑張りましょう。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。